私だって負けないわ。次、早く次やってざます。あ、次やってちょうだい。あー、今日はリカ姫とデートだよ。楽しみだな。まだかな、リカ姫。あー、春と王子はリカ姫とデート、羨ましいでざますね。あ、いいこと思いついたでざます。私がリカ姫に変身すればいいんですね。そしたら春と王子とデートができちゃうざますわ。そしてそのまま春と王子とそれはいいざますね。さあ、リカ姫に変身。リカ姫に、あー、でも髪の毛がピンクでざますね。まあ、顔はリカ姫になったからよろしいざますね。行きましょう。待ったでざー、あ、待った、あ、リカ姫、どうしたの？その髪は。ああ、ちょっとイメチェンしてみようかと思って。そうなんだ、それも可愛いよ、リカ姫。ありがとう、ハルト王子。じゃあ、デート行こっか。うん、ハルト王子、お待たせ。え？どういうこと？私が二人？あなた誰？あなたこそ誰よ？私はリカ姫よ。私よ、私がリカ姫なんだって。どういうことだ？リカ姫が二人？わかんないよ。こっちはいつもとちょっと違うけどリカ姫だし、こっちはいつもと一緒のリカ姫でしょ。私いつもと一緒でしょ。何言ってるの。私ピンクに髪型変えたけど、私だってリカ姫よ。何言ってるの。あなたが偽物に決まってるじゃない。どういうことなんだこれ。ちょっと待って、ちょっとレン王子探してくるから。もう、ちょっとこっちだよ。なんだよ、ハルト王子、見て。え、なんでリカ姫が二人いるの。だろう、どういうことだと思う。俺、どっちが本物だかさっぱりわかんないよ。でもさ、え？二人いるってことはさ、俺がもう一人のリカ姫とカップルになれるってことだよな。何言ってんだよ。そんなんダメに決まってるだろ。なんでだよ。二人いたらちょうどいいじゃん。な？そんなこと言ってる場合じゃないだろ。どちらが本物のリカ姫か見抜かなくちゃいけないだろ。そんなことしなくてもいいのにさ、わざわざ。だって二人とも可愛いし、そのままにしとけばいいと思うけどな。レン王子、あ、ごめん
ちゃんどうするかな。どうしたの？ハルト王子、レン王子、あ、マリア姫。ちょっと聞いてくれよ。リカ姫が二人いるんだよ。え？リカ姫が二人？あ、本当だ。どういうこと？でも一人のピンクの方、何かいつもと違うリカ姫だけど、うん、ピンク色に染めたって。そう、でも顔はリカ姫よね。こっちのリカ姫はいつもと変わらないけど、あー、どういうことだろう。なんかいい方法ないかな。そうね、いいこと思いついたわ。何？ハルト王子のテストをすればいいのよ。テスト？そう、ハルト王子への質問をして正解した方が本物っていうこと。だってリカ姫はハルト王子のことをよく知ってるでしょ。そっか、それはいい考えだ。じゃあそうしようかな。よし、決まったよ。やっと決まったぜザーマ。あ、え？うん、やっと決まったのね。はあ、私が本物だっていうことがやっと証明できるわ。こっちこそよ。それで何するの？僕に関する質問をするからさ。それに正解できた方が本物のリカ姫っていうことだよ。そうそう、いいじゃない。それにしましょう。そうね、私も自信があるから。ハルト王子は私は昔から知ってるから、何でも知ってるザーマスわよ。え、何？あ、ううん、なんでもないわ。始めましょう。じゃあ私が問題出すわね。第1問。ハルト王子が子供の頃一番得意だったスポーツは何でしょう？はい、はいはいはい、乗馬。あ、乗馬か。正解は乗馬でした。ピンクのリカ姫の正解。1対0で今のところピンクのリカ姫がリードね。やったー、これでリードね。ま、私の勝ちは間違いないけど。そんなことないわよ、私だって負けないわ。次、早く次やってざます。あ、次やってちょうだい。第2問。ハルト王子が大嫌いな食べ物は何でしょう？はい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 、あ、ピーマン。あー、そうよ、ピーマンよ。正解はピーマンです。もう一人のリカ姫が正解。今1対1ね。次が最終問題だから、次正解した方が本物のリカ姫よ。いい？では問題です。ハルト王子の好きな食べ物は何でしょう？はいはい、あ、焼肉。え？正解は違います。ではピンクのリカ姫、わかりますか？え、違うの？正解はステーキ。ああ、そうです、正解はステーキです。ということで
2対1でピンクのリカ姫が本物のリカ姫となりました。おお、とうとう決まったか。ピンクのリカ姫か。じゃあ俺はもう一人のリカ姫だな。かわいいな、あの子も。おい、蓮王子。ああ、ピンクの方か。でも俺、焼肉も好きなんだけどな。そうだよな。まあでも、一番知ってた、ピンクの子が、本物のリカ姫なんだろうな。そうなると、もう一人のリカ姫は、誰なんだ？誰なんだろう。どうして、私が本物なのに。ああ、よかったザーマス。イエーイ。イエーイ。嬉しいザーマスね。あ、やばい。え？ザーマス、ザーマスって。ザーマスって言ってたわよね。おい、ザーマスってことはルメリア。そうだよ、ルメリアだよ。お前リカ姫に変身してたんだろ。あらあら、バレてしまったものはしょうがないザーマスね。もうちょっとで本物のリカ姫になれたというのに。悔しいザーマス。おい、ルメリア。逃げちゃったよ。本当に。でもよかったよ、あのルメリアが変身してたリカ姫と俺ずっと一緒にいる羽目になるとこだったよ。そうだな。リカ姫、ハルト王子。リカ姫、ごめんね。本物のリカ姫を分かってあげれなくって。私もハルト王子のクイズ全部正解できなかったし。でも俺、焼肉も好きだよ。そうよね。でもよかったよ、本物のリカ姫が分かって。私もよかったわ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。なぞなぞいくよ。お礼を言いたい時に現れる9の字ってなんだ？わかるかな？動画クイズだよ。ハルト王子のクイズの中で、ハルト王子が一番嫌いな食べ物って何だったかな？わかったらコメント欄にコメントしてね。チャンネル登録はこちらからでも登録できるよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。